それは定刻のみではございますが、皆様お揃いですので、ただいまから第64回旭川冬祭り協定書調印式を行います。調印者であります富樫師団長、富樫会長は調印席に移動をお願いいたします。はい、師団長会長はご着席をお願いいたします。はい、本協定は陸上自衛隊第2師団に実施していただく協力に関して旭川冬祭り実行委員会との間において協議し、必要な事項について定めるものでございます。それでは師団長会長、協定書にご署名をお願いいたします。はい、会場の方は協定書の交換をお願いいたします。再び署名をお願いいたします。師団長会長はご起立をお願いいたします。それでは第64回旭川冬祭りに対するお話を今津会長お願いいたします。はい、ありがとうございます。ご紹介いただきました旭川市長の今津博介でございます。まずは、陸上自衛隊第2師団の皆様には日頃から国家国民のために、あるいは世界の安寧のために大変なご尽力をいただいておりますことに、まずは心から敬意と感謝を申し上げたいというふうに存じます。ただいま師団長とともに調印式署名をさせていただいたところでございます。今回は3年ぶりの開催ということでございまして、そのメインとなる大雪像をはじめ冬祭りの開催にあたりましては、陸上自衛隊第2師団の皆様のお力が必要不可欠でありまして、お力添えたまりますよう改めてお願いを申し上げたいというふうに存じます。最近は特にコロナ禍ということもありますが、しかし私どもといたしましては、しっかりと社会経済活動を行っていくことが重要であるというふうに考えています。今日は旭川観光コンベンション協会の山下会長、そして冬祭りの企画委員会の柏場委員長もご同席をいただいておりますが、何と申し上げましても旭川の冬あるいは雪、こういった魅力を発揮していくためにしっかりとこの冬祭り成功に導きたいと思っております。自衛隊の皆様のお力添えを再度改めてお願い申し上げまして、ご挨拶に返させていただきます。どうぞよろしく申し上げます。続きまして富樫師団長をお願いいたします。はい、第二三者の富樫です。本日はわざわざお越しいただきますけどもありがとうございます。また平素からですね、自衛隊に対する第二師団に対するご支援ご理解ご協力いただきまして感謝申し上げます。今今津市長からお話がございましたように、二師団として、実際旭川の駐屯部隊の、第二特化連隊が3人間となって、この旭川の冬祭り雪像作成に参加をし参入したいと思っております。3年ぶりということでしっかりと実施したいと思っております。また今年は市政100年ということで、いろんなイベントが行われましたが、その中においても、夏祭りなんか非常に盛況に行われていたわけですけども、ぜひこの冬祭りもですね、来られる方に、感動と勇気を与えることができるような鉄道をしっかりと作って、旭川の、経済を含めた、復興にですね、しっかりと貢献していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。。はい、お願いします。じゃあ